はじめまして、私、アスナと言います。キリト君に近寄る女はみんな殺すわ。ということで、今回は、こちら、またまたチェインオーダー、今が旬なので、引いていこうかと思うんですけど、こちら、アスナさんがいますね。まあ、アスナさんしか当たらなかったっていう人がいましたけど、俺はそっちの方が羨ましい。なぜかというと、極光輪さんで、しかも、チェインスキルと。もうこれだけ出ても撤退するレベルで、俺これが欲しい感じですね。なんか、この7周年記念のチェインオーダーのことか知らないんですけど、7周年記念オーダーで当たりどれですかってコメントした人がいた気がするんですけど、これも7周年記念のオーダーなんですよ。で、今後も、ちょこちょこ7周年記念のオーダーが出てくると思われるんで、まあ、もしこれでどれが当たりかっていう話になってくるとですね、まあ、簡単に言えば、まあ、これは俺的には外れだと思うけど、もしかしたら上級者からすると使えるっていう人もいるかもしんない。俺の使い方が悪いだけかもしんない。ちょっとまだよくわかんないですけど、俺はまだちょっと弱い気がするなーくらいなんですけど、簡単に言うと自分の使う武器種のチェインスキル出たら当たりで、まあ、そういう質問してくる人って本当に始めたての人だと思うんで、そういう人に言いたいんだけど、まずこのチェインスキルって他のスキルとの組み合わせで強いやつなんで、そもそも始めたてでスキル揃ってないような人とかがこれ、まあ、取ってもまあそれなりには強いと思うんだよ。なんかモッドくらいは火力出るんかもしれない、もしかしたら、わかんないけど気がするんですけど、まあ、そこそこ強い。ただフルバーストのが強いって俺は思うので、フルバースト強いやつが来たら、まあ例えば、まあ、片手直剣でも片手再剣でもいいんだけど、マザーズロザリオが、こういうねフルバーストがあるんですよ。これ残属性だけで、これ突属性だけ、これが重要。残属性だけ、突属性だけ、まあ、横に火属性とか水属性とかついてると、まあ、どこかでなんていうの、壁が生じてくる、壁にぶち当たるという感じになってくるので、まあそういう点では、まあ、マザーズロザリオが、あ、まだ録画中になってるね、よかった、がいいと思うんですけど、最近はまあ出てないんで、まあ、これでね、まあ、たまたまこれの、マザーズロザリオのフルバーストが出たらまあ嬉しいけど、ちょっと確率があまりにも低すぎると。ただその片手直剣のマザロザが再録されたオーダーはこれが初めてかもしれない。もうずっとあれ、どれだっけ、これか、電光石火、ずいぶんあれ確定枠なのに確率が低いですね。これで奇跡的に当たった人がちょっと触れにいるんですけど、本当相当すごいなと思いますね。これはね、本当に始めたての人にはちょっとおすすめしにくいオーダーですね。グランドオーダー。あとブリリアントオーダー。ちょっとね、痛い目を見る。ただ、当たるときは当たるよ。まあガチャだからね。まあいろんなのが入ってるっていう感じですね。ね、まあ、とにかく自分の使う武器種の、チェーンスキルがおすすめなんですが、まあ、ちょっと探検はあんまりおすすめしにくいですね。ちょこっと探検、まあ別にスキル揃ってれば、まあ、それなりに強いと思うんですけど、まあ、やっぱ片手直剣の防御かけ2が強いと。あとはまあ弓もね、これ勝負シオンバフついてて強いっていうのはあるし、まあ片手再起やっぱ極光輪があるのがすごくいいですね。あとはこの片手直剣騎士の盾4バフっていうのがあるのもいいんで、
まあ、直剣、再剣、あと弓はすごくいいと思います。特にこの中ではね、この中だとですよ。なんですけど、まあ、あとはこれはまあ主張インデバフが通常打ちにもあるんで、あのサポートとしても使えると。だがまあでも本当に全部言えるんだけど、まあ、相当スキル揃ってれば使える場面もあるっていう感じで、あとはどうなんだろう、斧はこれが使いやすいのかどうか、ちょっと俺の知識ではまだちょっと分かんないんですけど、これスタック性の最大 HP 上昇バフなんですけど、99スタックでも大体 20% 近く、体力が HP が上がるっていう感じなので、まあこれ上げていけばもしかしたらまあ自分の HP 回復のバフ、ね、自分最大 HP3 勝の回復バフが結構上がるかもしんない。まあもうちょっとごちゃごちゃ言うのやめよう。あの始めたての人はね、フルバー狙って これあの正直敬遠してジェム貯めた方がいいと俺は思う。もっとその覚醒とかあのいろいろ覚醒とかフルバとかあの集めた方がいいスキルいっぱいあるんで、これを先に引くっていうのは正直俺はおすすめしない。あでももしかしたら強いかもしんないんだけど、なんか下手にもっと引くよりはいいみたいなことあるかもしんないんだけど、俺はちょっとなんかまだちょっとね、俺これに関してはねちょっと分かってる、いろいろ分かってる人とお話ししてないんで分かんないんですけど、俺の言ってることが正しいかが。でも俺はそう思います。うん、まあ後でね私のギルメンの方々に教えてもらおうかと思うんですけど、最近ちょっと動画出しまくってて、あのギルカツにも全く参加してないんですよ。ギルカツが自由参加なんですよ。俺の言ってる青木月夜と白騎士団というギルドがあるんですけど、まあ、本加入したんでちょっとね、他のギルドに行きたくなってちょっと浮気したくなるんですけど行けないっていう感じまあ十分楽しいんで全然いいんですけど、たまにね他のギルドで遊んできたいっていう気持ちも生まれることありますね。まあ、たまに遊んでくるぐらいならいい、あの帰ってくるならいいとは言われてるんですけどね。ちょっとねパンダ保護協会あたりちょっとね遊びに行ってみたい気持ちあるんですけど、そもそもあそこは枠があるのかすら知らないと。まあとにかくまあこの動画撮った後に今日くらいは、まあ、ちょっと参加してもいいかもなって思ってます。ギルカツでそれくらいねゆるいのに、この前はギルランで10位以内に入ったと。すごいね、なんかその、ゆるいっていうか、なんかその、まったり系のギルドなんですよ、どっちかっていうと。なんだけど、まあ、作戦はちゃんとし、作戦がきちっと、なんて言うんだろうな。やっぱ分かってる人たちが集まってるんで、その、どういうタイミングで何をするかみたいなさ、誰がどういう役割かみたいな、ギルランの役割とかもしっかり。みんなで考えて、で結構そう緩いんだけど、楽なんだけどなんか楽しいし、そのちょっと強くなってき、ちょっとずつね強くなってきたなっていうギルドだと俺は思います。すごくね居心地がいいのでね、ずっとねいさせてもらってるんですけどね。私もいつ何をやらかすかわからないのでね、いつまでね、いさせてくれるかわからん、まあ、いさせてくれるかとか言ってるけど、普通に優しいからずっといさせてくれると思うんですけど、まあ、相当私が何か、やばいことやらかさなければっていう感じですね。まあ、とにかくね、いいギルドでみんなね、やべえことをね、冗談とかでね、結構ね、言ってくるんですけど、みんな普通にね、優しいんで、普通にっていうかすごく優しいんで、いいギルドです。さて、これがステップ3になりますかね。なんか出ないですね。これ本当にチェインオーダーなのか分かんないですよね。ほとんどチェインスキル出ないですよ。チェインスキルもうそもそも星4すら出ないですけど、気分上々ミヒマル GT、もうチェインアビリティはやめてくれ。
チェインアビリティさ、また確定枠来たら怒るよ、マジで、本当に。マジで。バンダイナムコにちょっと殴り込みに行くよ。マジで、そんなことあったら、名工技術、槍、まあ、槍もちょっと気になりますけどね。全然、出る気配なし。星4、10連目か。星4。あー、奥なんない。あ、タイニーチーパオ。タイニーチーパオ。ほうほうほう。タイニーチーパオ。タイニーチーパオか。タイニーチーパオ。可憐なるリーファちゃん。可憐なんですよ。どんだけ可憐なのかあなた方知ってますか？私は知らないです。どんだけ、なんでタイニーチーパオなの？ここに来て。運営の嫌がらせがすごいね。いやらしいな、名工義塾。なんでさ、これ本当にチェインオーダーなの？これ。チェインソードスキル出す気配が全くないんだけどさ。はじめまして。私、アスナって言いますってさ、もう全然はじめましてじゃないのにさ、毎回はじめましてって言われるの本当にね、失礼の極みですよね。あんまね、そうね、会ったことある人にね、はじめましてとかね、軽々しく言わない方がいいですよ。もう俺言いまくってるんですけど、ミラティブ生配信とかでね、すいません、初見ですとか言ってね、言いまくってるんですけど、皆さんね、言わない方がいいですよ。俺言いまくってんだけど。あんまり良くないって。これ本当に11連なの？実はなんか10個とかじゃないよね。ね、マジさ、まだ片手コンしかチェーン当たってないんだけど、そろそろさすがにさ、出るよね。これでさ、チェーンアビとか出たらさ、ぶん殴る、マジで。誰ぶん殴ればいいの？竹内ピッピッピー、ホットペッパーグルメ、パッピッポー。竹内ペッペケペーを、何？竹内ペッペペケペケペペペー、ピピピー。竹内ゲリピピピちょっと、今のなし、今のちょっと普通に悪口になるんで、今のはちょっと聞かなかったことにして今のね、すいません、今のは、なかったことにしてください。私の本意ではありません。私はね、そんなこと思ってません。綺麗なのでね、お綺麗なので、竹内ピーノスケ様は。うわぁ、ゲリピーとか言ったからこれ、バチが当たったんだこれ。うわぁ、私はあなたのパートナーだから。あなたのパートナー。何これ、強いのかな。すみませんでした、竹内ピーノスケ様。うわー、すみませんでした。謝るんで、ちょっとなんで一番出てほしくないやつで出るの出てほしいやつは出なくて、出てほしくないやつは出る。ティンコカコ、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 うわティンコカコするな。大丈夫、大丈夫、大丈夫。世の中そんなもん。世の中。もうやだ。マジで。
なんでさ、みんなさ、見てほしいものは見てくれないんだよな。で、見てほしくないものは見るんだよ。世の中はそうなってるそうなんで、ぜひね、見てほしくないものをね、見せられるようなね、人間になってください、皆さんは。こんなひどいいじめある？チェインオーダー何回引かせんの、マジで。またリベンジの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 リベンジとかやんないとあかんでしょ、これ。はぁ？タイニーチーパーを。ノバウサギ。タイニーチーパー。でも1枠で栗ダメ 30% か。これ何に使うんだ？でも 1051% あるんだ、これ自体。これ観察してチェーンスキルで、いや、微妙だな。結局フルバノがいい。でもスキル威力がチェーン数で上がって、いやー、あ、でも残属性の敵の攻撃力800上昇だから、これ、2つ配布の800と合わせて、まあまあ使えるっていう。いや、それにしてもひどいな。こんなことある、マジで。嫌がらせにも程があるんだろう。うわー、皆さん見ました、このゲーム、この仕打ち。こういうゲームなんですよ、わかりますか？こういうゲームなんす。かぁ、やりおるわい。いやぁ、人生思い通りにいきませんな。この、ちょっと一時期思い通りになりすぎてたんだろうなぁ。うわぁ。今月いくら使ったんだ、俺。しんど。どうしようかなぁ。とりあえずイベント集会だよな。というわけで、このクリスマス仕様の始まりの街、ぜひ、楽しんでみてくださいと。なんか謎の運営ムーブみたいな、運営ですよみたいな、ちょっと気取っといて。ちょっとね、運営のいじめですとか言ったらね、いいのをね、いいスキル出してくんないんでね。運営はね、綺麗で素晴らしい、あの、心の持ち主の方々ばかりが集まって、みんなね、成人、あの、本当にね、あの、清き心を持った素晴らしい方々がね、こんなにいいゲームを作ってくださってるんでね。っていう感じで、皆さんもっとね、あの、コビを打ってって行った方がいいスキルが引けるんじゃないかなと思うので、ちょっと全力でちょっとコビを打っていこうかと思います。こんなにね、素晴らしいゲームをありがとうございます。いや、でも実際このゲーム本当に最近はもう楽しんでやってるんで、もう楽しいなーって本当にね思いながらマジでやってるんですよ、俺は。本当にそうなんで、それは本心です。みんな心が綺麗そうだなっていうのは本心じゃない可能性がありますけど、本当にね、素晴らしいゲームで、俺は楽しいと思ってる。みんなはどうか知らんけど、俺はこのゲーム本当に楽しめるようになったんで、人によってはね、こんな無味乾燥なアホみたいなね、作業ばっかしてつまんねえっていう人もいるかもしんないんだけど、俺は、楽しくてやってますね。そんな感じ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。